시청자 여러분, 안녕하십니까? 이문어 뉴스는 시청해 주셨습니다. 다음은 한국어로 뉴스입니다. 1월 16일에 국회는 호 늑푼 재무부 의원 장관이 국가무포 프로그램의시행은 가속화하고 어려움과 문제를 해결하기 위한 특수 메커니즘 미천책에 대한 거리안 조안에 대한 정부의보고서를제출하는 것은 들었습니다. この猶予を把握して、ジャム、お菓子、ビールなどのテット消費者を清掃する学企業は、この猶予に応じて、送品の休憩を確保することができるように、生産上化の計画を作成しています。 現在の時点で学区企業は供給の確保だけではなくデザイン価格ロモースにも注力し人々の猶予に応じる価格でデートグッズを学術に供給するための計画を実施するに向けて調整を続けています。 総合所の代表は、帝都期間中に一輸品が腐食しなくて、価格安定を確保し、側近の産地と価格をチェックするため、学際的な検査チームも措置しまった。 갑진선 연휴 동안 수요가 많은 비행 경로에서 군항은 잡고 항공편은 증가한 것은 항공 회사들에게 검사하고 요청한 것이라고 말했습니다. 2023年、ロ内ラの社会保険は106つの診療所と契約を結び、これは2022年に比べて4つの診療所が増加しており、そのうち26つの公立施設と80つの非公立施設があります。 2023年の診療予算に関する政府の決定877号及び、ベトナム社会保険の決定の1974号に基づき、論内書には国民健康保険の予算が2800億ドル以上付与されていました。

2023年に設定された目標の92%に相当する92億ロールを達成した後、水産業は2024年の輸出売上高は前年に比べて3%以上の95億ロールに達する報酬審助の目標を設定しました。ベトナム水産物術協会は、世界経済は 維新として多くの困難に直面しているほか、インフレは活かしたものの、各国の目標水準にまだ達していない可能性ある上で、高金利は維新として世界経済の回復に影響を与える要因であると指摘しまった。 したがって消費者は支出における EC 決定にはそれほど強くありません。2023年のベトナムコーヒー輸出では約6 1万ドルに達し金額は3.1%上加し過去最高の41億8000万ドルに達しました。現在ベトナムコーヒーは100以上の国と地域に輸出されています。 我が国の多くのコーヒー輸出企業は2024年の第1四半期まで注文でいっぱいになりました。この成長の勢いを維持するためにベトナムコーヒー企業は新しい市場に市場者をがっくらしています。それとともにヨーロッパのようなおなじみの市場には企業は新しい規制に応じるために事前に注意深く準備しておきます。 베트남 해군 5번 지역 사령부에 간부와 전사 신신 모름 방문하고 새 인사 프로그램은 신시하여 동네 여성은 포함한 대표단은 모두에게 저시적후로새 인사와 서문은 보냈습니다. 바람과 바도가있는 가장 테러 우는 지경에서 조국을 지키기 위한 임무를 하는 해군들에게 진전한 안부나 선물 주는 것과 같은 것이 눈앞의 어려움은 털어주지는 못하지만 그들에게 격려하고 동분하는 말이 되었습니다. 세 빈곤 세에대도의 지원 정책에 화시 빈곤 세 메그마레나 세노에대 テッドの世話にあらゆる資源の集中されています。ビ弁法市赤十字社の連番本会長は、テッド事前ブロクラムの実施は今年で2年目となりました。現在、414の教会施設が義父支援団体と連携し、学級会施設はそれぞれ、 30万論以上にあたる300個の機能作るよう努めると明らかにしました。施策、自由益差に対する都と国家の関心と支援とともに、テットの世話を適切な対象者に確実に実施し、目標を設定するには、区や裏だけではなく、市のフロントレベルやメンバー葬式も 次のことを行う必要があります彼らは困窮な人々や概念の1万以上のデッドギフトを検討し支援を浪員してきましたアンビン区老少期のデディ道氏はログでは非正規労働さが非常に大ため私たちはデッドに1000以上の贈り物を送る運動も行っており近隣住民も 特別な配慮をしてくることにより誰もテッドを見逃すことはありませんと述べました。ビンハ氏のベトナム諸国戦線委員会のニューバンレット副委員長は現時点ではスポンサーからの直接支援を受けて人々のテッドを支援する多くの活動にも力を入れているとまた私たちは。 ダリティハウスやライレンターハウスの修復も支援し、製作・受益者へのデッド支援支出を規制に従って、人族に監視するよう調整していると述べました。現在、シーローロー組合と学校も、 責任のため、そして全ての人にとって豊かで幸せなテットを楽しめるように有毒な病気で困難状況にある貧しい学生、工事休止のために多くのテッドキャッツロを実施する準備を進めています。